ました。結構物も安くて最高らしい。入ります。スタバセンターです。あ、待って、すごいわ。歯磨きが、歯ブラシがいっぱい。めっちゃある。とにかくいろんな日用品があります。商品教えてください。こちらですね、ヒマラヤコーナーに参りたいと思います。ヒマラヤはですね、確かインド発のブランドで日本では売ってないものになってまして、特に一番よく人気の有名なのがこれ、はい、リップですね、はい、が有名になってます。であと本当はフットケアの商品がヒマラヤ人気なんですけどないので、これが使ってよかったなと思ったのは洗顔。はい、これも人気ですね。洗顔クレンジングじゃないんですね。洗顔なんですね。洗顔です。見てください、はい、この棚の締め方。本当だ、すごい、すごい棚を取ってますね。すごいなんかつるっとしていい感じになった気がしてます。はい、ありがとうございます。こちらおすすめの洗顔です。じゃあお願いします。まず、まずあのターメリックアイガンはこれですね。はい、アメリックアルガンは、アンチエイジング美肌効果潤いがあります、はい、続いてサンダルウッド、はい、はい、これが、サンダルウッドです。これは肌のキメを整えるツヤ活性化の効果があります、はいはい、続いてこれ大事ですね、ナチュラルグリセリン。ナチュラルグリセリン、やばい脇がナチュラルグリセリン、これですね、はい、これが、潤い、肌を柔らかくする癒しの香り、はい、これおそらくファーストアンチエイジングかな、これいい香りそう、癒しの香りらしいです。ハグ緑一番おすすめ、一押しですね、ハーブの香りと、こちらが一番のおすすめです。汗もニキビ、水虫、水湿感、じゃあ体に使えるんだね、はい、感じです。まゆちゃんが紹介してくれました。はい、サムネ撮ろ。まゆちゃんタイガーバームを探します。ターンレフト、ターンレフト、エイドクリーメグラミクチ、オーマイジャパニーズ、あ、ありそうな予感、あ、完全にその辺っぽいね、じゃない、似てるパッケージあるよ。香水じゃない、この辺どこだろう、やっぱこの辺、あった、どこだろう。寒天は1000円もします、高いです。来ました。お外は大雨。スタバセンターは3、4、1、2、3、4フロアに分かれてるのかな。ちょっと行ってみよう、ここ。